なにこれ、なんで。かなりがっつりやっちゃってます。普通に自費で直す修理代の方が圧倒的に高そうです。はい、こんにちは、あまねこです。今日なんですけど、とうとうやってきました。私の愛車フェラーリ488スパイダーくんの帰還日でございます。イエーイ。いやー、結構待ちましたね。いや、この488スパイダーの修理に関してはもう完全に私がやらかしてしまったことなので、いや、修理期間の間も本当に申し訳ないなというか、早く元気になって帰ってきますようにということでずっとお祈りし続けていたんですが、本日無事に帰ってきましたということで、皆さんに今日は早速488スパイダーくんお披露目していきたいと思います。それでは早速見ていきましょうか。今日もご安全に行ってきます。無事に帰ってきてくれました。私の愛車488スパイダーくんはこちらです。じゃじゃーん。わー、相変わらずかっこいいね。お帰りなさいませ。ようやく帰ってきてくれましたね。あなたの帰りを私は約2ヶ月お待ちしておりました。で、私が今回傷つけてしまった箇所なんですが、こちらですね。運転席ドア後ろのバンパー部分ですね。はい、こちらを当時はぼっこりへこましてしまったんですが、パーツもごっそり交換いただいて、内側の損傷箇所についてもしっかり直していただいたということで、いや、ほんと見違えるくらい綺麗になりましたよね。ちなみに今回修理に出していたこちらの車両なんですけど、このボディの塗装カラーがちょっと特殊なカラーとなっていて、オプションでも200万円以上かかるビアンコイタリアというボディカラーなんですよね。まあ、そのおかげで余計にちょっと修理費用がかかってしまったということはあるんですが、いや、もうほんと素晴らしい綺麗な仕上がりで、もう完全に新車に生まれ変わってくれた。いや、それぐらい言っていいぐらい美しい状態で帰ってきてくれました。よかった。で、今回ですね、こちらの488スパイダー9月下旬に修理を出して、今手元に帰ってきたのが11月中旬頃ということで、まあ約2ヶ月弱ですかね。はい、私の手元にいない期間があったんですが、ちょうどこの期間に本当はオープンカーにして楽しみたかったなというところが非常にあるんですが、まあまあまあ完全に私がやらかしてしまったのでもうしょうがないですね。で、今回ですね、こちらの488スパイダーの修理については車両保険を用いて修理をお願いしたということもありますので、今回はそのあたりもお話ししていけたらと思います。では早速運転席乗り込んでいきますか。ただいま、ただいま帰りました、ヨンパッパくん。あー、久々の愛車だ、嬉しい。はい、ということで今回の修理についてなんですけれども、一応過去の動画でもお話ししていた通り、バンパー部分の傷とはいえ、実は外装のパネルだけではなく内側箇所もいくつか損傷箇所があったということで、実は修理費用の総額としては乗用車1台分くらいの金額にはなってしまったんですよね。ということで、もう1台車変えてしまうぐらいの金額をそのままキャッシュで支払うよりかは、今までお支払いしていた車両保険を今こそ使う時ということで、今回は車両保険を利用させていただいたんですが、車両保険を設定する際に面積金額を設定しておりましたので、今回はその面積金額の支払いだけしております。で、今回そちらの面積金額としては10万円を設定しておりました。なので、今回車両の受け取りの際にその面積金額もしっかりお支払いしてきましたので、なので今回こちらの車両の修理としてかかった金額、自己負担の金額としては最終的には10万円だけだったということになります。いやー、ほんと車両保険つけててよかったって思いましたね。やっぱりこういった車両保険って基本的には掛け捨てでもありますし、こういった保険を使う機会がないともったいないお金にもなってしまうので、お金に余裕がある方であれば保険をかけないという方もいらっしゃると思うんですよね。
でたまにコメントもいただくんですけど、そんな車両保険をかけないと乗れないような車に乗るんじゃないといったコメントもありますし、まあ、やっぱり庶民が背伸びをして乗ってしまう車両については、正直なところ車両保険をかけないとちょっと厳しいなと思うところがあったので、いや本当今回については車両保険をかけといて正解だったなと改めて思う結果となりました。で、あとはですね、実はこれ動画で今までお話ししていなかったんですけど、あの488を修理に出す前に、実はちょっと488のバグというかエラーのようなものが起きていたので、ちょっとそのあたりお話ししていきたいんですが、実はこの488スパイダー、バックギアに入れた際に、もちろんリア側にもセンサーがついているので、人や物などの障害物がある場合にセンサーがピピピッと反応してくれるんですけど、実は障害物が何もないのにセンサーが反応してしまうということがたびたびあったんですね。で、それもセンサーの周りに汚れがついてしまっている場合に起きやすいんですけど、汚れとかが何もついてないのにセンサーが過剰に反応してしまうというエラーが起きていたんで、ちょっとそのあたりも見てほしいなということでお願いしていたんですが、今回はそのエラーも修正されたということなので、ちょっと実際にバックギア入れてみましょうか。はい、それではエンジンかけていきたいと思います。ポチッとな。いや、久々にヨンパパくんのエンジンサウンド聞いたんですけど、やっぱりいいですね。あ、燃料が足りてないですね。あのボディを傷つけてしまう前に燃料を足りないなということで、早くガソリンスタンド行きたいなと焦っていたこともあったんで、まあ、それでさらにあさりが生まれたこともあり、ちょっとボディを傷つけてしまう結果になったんですけど、まあガソリンの残量がもうすっからかになってしまってるんで、急いでガソリンも入れに行かないとですね。ということで、それではバックギア入れていきましょうか。ちなみにバックギア入れる際はこちら、じゃじゃーん、センターコンソール周りにこのボタンがついてるんですけど、この R ボタンを押してあげるとバックギアに入るんですね。こちらのボタンをポチッとな。はい、こんな感じです。今右側にバックカメラが作動している状態で、左側はセンサーを表示してるんですが、センサー大丈夫そうですね。実はこれ修理に出す前に障害物が何もないのにこのセンサーが反応してピピピピって言ってたんですけど、今のところ何も反応していないので一旦エラーはなくなったのかなという感じです。よし、それじゃあ早速ヨンパッパくんで走りに行ってガソリン入れていきますか。わー、久々のヨンパッパくんだ。やっぱりちょっと嬉しいな。いや本当、ちょっとヨンパッパくんを傷つけてしまった直後は正直かなり落ち込んでて、すごい元気が出なくなっちゃってたんですけど、でもこうやって帰ってきてくれたおかげで一気にテンション上がりましたね。ヨンパッパくんを修理に出したタイミングがちょうど暑さが落ち着いてきたくらいのタイミングだったんで、これからオープンカードライブ楽しめるぞというところを出鼻くじかれてしまった感があったので、いやほんと帰ってきてくれてよかった。まあこれからの季節ちょっと寒いかなと思うところもありますが、暖房をガンガンにかけてオープンカードライブを楽しむというのも冬の醍醐味かと思いますので、今後はちょっとそんな動画も出せていけたらいいかなと思ってます。はい、ガソリンスタンド到着です。あ、もしよろしければ給油承りますが。あ、本当ですか、はい、セルフスタンドなのに店員さんがガソリン入れてくれる、優しい。すいません、こちらカード控えです。はい、ありがとうございます。ハイユクはリッター184円とかかな。セルフにしてはちょっと高めですが、まあでも結局セルフじゃないかのように店員さんが接してくれたんで、これはこれで良き。はい、ということで今回は488スパイダーくんが無事に帰ってきました。今回は修理期間に約2ヶ月ほどかかったんですかね。でも本当であればもう少し修理期間かかるかもというご連絡をいただいてたので、予想よりも早く修理をご対応いただけたということで、もう本当にありがたい限りですね。お忙しい中修理ご対応いただき本当にありがとうございました。
ちょっと今後はね、狭い道とかはヨンパッパくんで行かないように、ヨンパッパくんを足代わりに使うのはちょっと今後改めようかなと思いました。まあ、フェラーリとかに関わらず、こういった車の運転に慣れてきてかなというタイミングが一番事故とか起こしやすいタイミングでもありますので、やっぱりそういった時こそ気を引き締めていかないとなということを改めて感じました。アマネコチャンネルの挨拶としているご安全にを改めてしっかり意識して、これからもドライブしていけたらなと思います。いやー、それにしても入っててよかった、保険。これからもしっかり高い保険料払わせていただきます。保険会社さん、ありがとう。はい、ということで今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。今まさにちょうど連絡が来たんですが、 GTR くんが帰ってきそうです。これは吉報であると信じておりますので、また詳細につきましては動画でご報告させていただければと思います。では続報をお楽しみに。